北陸先端科学技術大学院大学、東京工業大学が計画立案を行い、1990年に日本で最初の先端科学技術大学院大学として開学した、旧帝大や旧管立大学をはじめとする一部の国立大学での大学院重点化、大学院部局化が実施さるよりも前に創設された学士課程を持たない国立の大学院大学の 一つである、独立した研究教育組織とキャンパスを持つ。計画当初、キャンパスは関東、埼玉県近辺に建設し、日本先端科学技術大学院大学とする予定だった。計画の途中で、キャンパスの建設地が石川県に変更になったために、北陸先端科学技術大院大学に名称変更された。現在でも、大学の英語名は、 ジャパンアドバンスと、インスティチュート・オブ・サイエンス・アンド・テクノロジーと、地域名でなく、国名を冠しており、計画当初の名残が残っている。主に、参観学連携をはじめとする高度な科学技術に関する研究開発を行っている。最先端の科学技術の追求とともに、大学院大学のパイロットスクールとしての役割を、開学以来継続して担ってきた。 石川サイエンスパークの中核をなす教育研究機関でもある。インターネットサービスプロバイダーと同等の学内情報ネットワーク設備。学内情報ネットワーク自体が独立した自立システムとして設計されており、インターネットの中核を担う BGP の運用が行われている。学内情報ネットワークには2つの AS 番号で、ある17,932 55,384が付与されている。スーパーコンピュータ、クレイ射精、スキー射精等々の情報環境が整備されている。ニクトのプロジェクトに、ジャイストが参加する形になっているが、研究用のイアスであるストブドの研究、開発、運用を持っており、書類審査を通過すれば、インターネットエミュレーションも可能である。また、没入型三次元仮想現実体感システム、 警部などもある。このように、ジャイストの情報環境は、国内の大学の中では、有数と言える。学内のほとんどの諸施設、設備は、付属図書館を、はじめ24時間365日利用できるように、開放されており、研究、教育活動は、もちろんのこと、レクリエーション活動でも大学院生の自主的な、活動が能となっている。入学後に、 学生個人用の FTP アカウントも用意され、その FTP アカウントに向けてファイルをアップロードすることで学生個人の活動を対外的に紹介するウェブサイトの公開も可能である。大学本部と様々な研究室や研究設備が設置されているダイスと石川キャンパスは石川県の三市の丘陵地に所在している。当期の1月から3月にかけて 北陸地方では大量の積雪があり、ジャイスと石川キャンパス内でも積雪が70センチメートル以上に達することがある。そのような場合には、外出が危険であるため講義が休校になり、公共交通機関も運行休止になる場合がある。東京都、品川の品川インターシティにもサテライトキャンパスを持ち、東京でシンポジウムセミナー等を頻繁に開催している。 入学した学生には、コースワーク重視の重厚なカリキュラムを課す。カリキュラムは、高度に体系化されており、シラバス、講義要項も、大学ウェブサイトを通じて、一般公開されている。講義は1期2ヶ月の4期、クォーター制を採用している。また、大学独自の教育制度として、指定は、修士論文、博士論文以外に、副テーマの研究が義務付けられており、 終了要件に含まれている。知名度向上と地域貢献のため、大学関係者による大学院説明会やサイエンスフェスティバルなどを頻繁に開催している。また、sourceforge.net にミラーサーバーを提供している。2016年度より既存の3つの研究科が1、研究科1専攻に統合、再編され、 その下に9つの領域が設けられている。また、終了する、大学院生に授与する、修士号、博士号は、大学院生が所属する領域によって、知識科学、情報科学、マテリアルサイエンスのいずれかが授与される。研究科棟には、情報科学研究科棟、知識科学研究科棟、マテリアルサイエンス研究科棟の3棟が、建設されている。 全学共同利用コンピュータ施設として、大型電子計算機室を有するほか、スーパーコンピュータをはじめとする、大型ワークステーション設備を有する。これらの設備は、学内において 1GBps の回線帯域を持つ、イーサネットによって接続されている。教員及び学生はパスワードおよび ID が付与され、24時間、利用が可能である。なお、大型ワークステーションによって、 東アジアでは最大規模のリングサーバーや FTP サーバーが運用されており、このサーバーにアクセスすることで研究用フリーソフトの入手が可能である。また、マテリアルサイエンス研究科では国内の企業はもとより特許庁などからも研究生を受け入れている。ジャイストと同じくスーパーコンピュータの拠点となっている旧帝大では6年周期で、 スーパーコンピュータが最新のものに更新されるが、JIST の場合は4年周期で更新が行われ他大学よりも新しいスーパーコンピュータを利用可能である。また、JIST の研究者、学生、また日本全国の大学、研究機関や企業も遠隔操作で利用する大型ネットワーク実機実験設備であるサーブドを同じ敷地内に保有している。 このストグドでは1000台以上のラックマウントサーバーを用いて実機ベースのインターネット環境が再現されており完全なソフトウェアベースのシミュレータではほとんど不可能であったハードウェア面の制約や現実の環境における種々の外乱を考慮することが可能となっているストグドはユーザーインターフェースからオペレーティングシステムまでソフトウェア面はすべて ジャイストの研究者らにより開発されており、ジャイスト固有の設備であると言える。東京都港区港南2の15の1、品川インターシティエム棟19階。キャンパス内には、エアコン、冷蔵庫を管理した学生寄宿舎があり、優勝で提供されている。また、各居室は、学内ランクと接続されており、自室に言いながら、研究を行う体制が整っている。 数は少ないものの、文化系、体育会系にわたりいくつかのサークルが立ち上がっており、研究の合間に学外の人々と交流を持ちながら活動が行われている。入学試験は年4回、石川メインキャンパス、東京、大阪で行われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。